久保さん、おはようございます。今日もね、ちょっと早起きすぎましたね。今日3時過ぎぐらいに起きたんですけど、なんといつもの日課でちょっとね、こうまあコーヒーを買いがてら散歩に出るわけなんですけど、早くつき、なんかあのペイペイ使えなくて、まあ財布持っていかないんですよね。で、なんだみたいな、メンテナンスですみたいな、5時半まで今日メンテナンスでセブンイレブンで立ち読みしてちょっと時間潰しましたよまさかの5時半、5時何分だ、なんかね、もうあとちょっと時間潰せばみたいな感じだったんですけど、で立ち読みして時間潰して、で5時31分ぐらいでペーペー使えるようになりまして、お疲れる、よしってコーヒー買ったんですけど、やっぱね、久保さんはね、やっぱすごいですね。小学校からニコラテスラですか次元が違うな僕ニコラテスラ知ったの大人になってからですからね、ここ数年じゃないですか、この10年圏内だと思うんですよ、ニコラテスラ。あの関さんのセキルバーグカフェも行ったんですけど、まあ関さんのね話も講演も聞きに行きましたけど、セキルバーグカフェも行きましたよ。ニコラテスラね、ニコラテスラ意味深ですよね。まあ結局、まあ利権問題ですよね。でも僕ね思うんですけど、まあ確かにね、まあどこの希望感覚で見るかによって、やっぱ切り取り方によってやっぱ変わるとは思うんですけど、やっぱその人間っつうのはなんだ、生きてると、まあなんだろうな。まあその20光年とかね、まあその電子、あの原子、その原子爆弾とかも何十光年とかね、何十万年規模で考えれば戻るかもしれないですけど、基本的に人間ってあれじゃないですか、動物はなんだろうな、この生態系を繰り返して、そのまあ死んでもね、それが土に帰り、まあこの草とか葉っぱも枯れたらそれが肥料となるみたいな、この循環を繰り返してると思うんですけど、この循環を繰り返すことのない製品を作るわけじゃないですか。なんかそのまあもちろんその何万個、まあ鉄とかはどうなんですかね。鉄も100万光年とかだったら鉄は土に帰るのかな、どうなんですかね、ちょっとわかんないですけどまあ基本的にあんまりそのなんだ、地球にこの戻らないものを大量生産大量消費を繰り返してるので、まあこれまあ映像とか画像も出てくるんだけども、まあまあゴミもめちゃめちゃあるわけですよ。このまま大量消費大量生産を続けていくと、なんだろうな、まあゴミももう大量に出てくるわけですから、まあそうなってくると、まああと山とか海も壊してるわけですよね。だからそうなってくると、そのなんだ、循環ができなくなる。まあ循環はできるキャパはあったんだけど、その循環できるキャパも壊していくっていうものも問題も出てくるんじゃないかなとは僕は思うんですよね。ただそれがまあどれぐらいの規模感覚で切り取ってみるのかにもよりますよね。たとえそれをぶっ壊してゴミもブワー出して、まあ地球ぶっ壊してったとしても、まあそれを何万光年ので考えたら、まあそれもまた元に戻るのかもわかんないですし、もしくはまた隕石を落としてリセットされるか、逆に地球が元に戻そうっていうものが働いて全部水にな、海でブワッと流すのかわかんないですけどね。もしくは地震でリセットするとかね。まあどうなるかわかんないですけど、ただな、切り取り方ですよね。どこを切り取るのかっていうのが結構重要なのかなと思うんですよね。でその切り取り方のなんだろうな、ダイヤモンドだと思うんですよ。ダイヤモンドも石をねどうカットするかによって、まあ、ダイヤモンドの輝きが出るわけでしょ。でもあれをいろんなカット方法があるんですよね、ダイヤモンドって。でそのなんとか、まあ、ちょっと調べれば出てくると思うんですけど、そのすごいカットがあって、そうするとめちゃめちゃどこから見ても綺麗みたいな。だけどそのカットのがうまくいかない、うまくいってなかったら単の、まあ、石なわけですよね。だから人生もどう切り取っていくのかっていう、どうカットしてどう磨いていくのかっていうのが結構すごく大事なんじゃないかなと思うんですよね。
人生の例えば、まあ、今のたあの話をね、まあ、現実的な話にするならば、人生、まあ、80年、まあ、90年、100年生きると、まあ、仮定しますよね。ね、今の平均寿命が未来の平均寿命かどうかわからないけれども、まあ、80年生きると想定したときに、この10年のスパンを切り抜ったときに何をするのか、これを何するのかっていうのは大事だと思うんですよ。でもこれをぼーっと生きてたら、その80年がずーっとこう流れちゃうので、結局、ダイヤモンドになれないというか、気がついたら、あ、やっとけばよかった、みたいなね。あれやっとけばよかったっていう。久保さんも多分ね、なんだろうな、決めてたと思うんですよね。まあ、その、何年やるかは決めてなかったと思いますけど、まあ、ネットビジネス入った時に、まあ、やるだけやってダメだったら詐欺って言ってやろう、みたいなね。なんかその、やるっていうことを決めた区間があるわけですよね。徹底的に。だから、お客のために死ぬ、みたいなね。まあ、それを決めた期間があるわけですよ。でも、それを決めなかったら、まあ、後でいいかとかね。まあ、俺には無理かな、みたいな。ずっと流れてたら、多分今の久保さんないだろうし。うん、僕も、なんだもん。鹿児島出てきて、なんだ。やるぞって決めたから今の人生あるし、まあ、40歳からは違うステージに行くぞっていうのを決めてる部分もあるんで、そこに向かって、今キャッシュを作ったりとかいろんなことやったりとか、まあ、いろんなことやったら、まあ、コンテンツビジネスずっとやってるだけなんだけども、まあ、今もね新商品出してますから、今も新商品もう9月30日もまた新しいのかますから、48時間限定で商品売って、その1日スパン置いてまた9月30日また商品売って、10月1日誕生日です。もうやりきりますねまあ、あと1年ですかね。もう、フルスロットで、まあ、やってかんとあかんな、みたいな。そう。ちょっとステージですよ。変えていかないとね、自分の。まあ、まあ、ただね、久保さんの、やっぱね、本当にそうなのかって思う、その考え方っていうのは、すごく大事なことかなっていう、疑問に思うっていうね。これは僕がそのコンサル生で1億稼いだ子がいるんですよ。で、ランボルギーニ買って今アベンター乗ってると思うんですけど、やっぱね、疑問に思うことって彼が言ってたんですけど、全てに疑問を思う、疑問から入れみたいなねにそのコンサル入った時大学生のなんですよ。こいつすげえなと思ったんですけど、疑問から入るみたいなそうで、これ裏話なんですけど僕その大学生がね、まあまあ結構結果出し始めて、でなんか電子書籍出したいみたいな、本出したいみたいなことを言ってたんで、ちょっと梅田さんにつなげたんですよ。梅田さん、山口陸に。でその東京の場所をセッティングしてつなげて、でその多分50万か60万だったかな、その電子書籍のプロデュースの商品を紹介したんですけど、でその子がね、もちろん入りますみたいな。で僕は梅田さんと別れたわけですよ。でまあ裏でね、まあ紹介料をもらうみたいなこの手段も組んでたんだけど梅田さんから連絡あって、吉谷さん、あの後そのあの子から言われたんですけど、いくら払うんすかみたいな、吉谷さんにいくら払うんすかみたいな紹介料いくら払うんすかみたいなお見通しでしたみたいな。あ、彼はね結構すごかったんですね。そうもうお見通しでしたね。まあ他にもね、ちょっと話せない武勇伝もあるんですけど、それはちょっと面白かった。それもすごかったんですけど、彼の思考というか考え方が。すごかったですね。うん、やっぱまあ、何事にも疑問を持つっていう、で考えていくっていうのは、すごく大事なことだと思いますね。だから、例えば、俺には才能がないからできないとか、俺にはできないっていうことにすら、疑問を持つってことですね。本当に俺は才能がなくてできないのかと、本当に才能のせいでできないのかとかね、センスがないからできない、本当に俺はセンスがないからできないのかと、みたいなね。なんかその自分ができないことにすら疑問を持つみたいな。いや、そもそもできるんじゃないかみたいなね、こうやればできるんじゃないかみたいな。でも多くの人は多分自分が、まあ久保さんもよくいただくと思うんですけど、まあ、億万長者合宿でもよく出ますけども、まあ、これはずっと多分ね、言われることですし、いただくことですけど、久保さんだからできたでしょうとか、吉谷さんだからできたでしょうと。
つまり、まあ、逆説を言うならば、こんな私にはできないって話じゃないですか。どうせやっても無理と。果たして本当にやっても無理なのかっていうね。本当にネットビジネスで稼げる人は一部なのかと。その一部に、確かにまあ事実としては一部かもしれないけど、その一部に自分は入れないのかと。ね。一部であり、自分は 95% の人生で終えてしまうのかと。それは絶対なのか。みたいなね。なんかそういう疑問の持ち方っていうのはすごくいいんじゃないかなと思いますよね。そう。だから全てにやっぱ疑問を持って、そこに対して。カラスですね。まあそこに対してその考えて行動していくっていうのはすごい大事なことですね。朝の空気って気持ちいいっすね。何なんすかね、この空気。なんか澄み渡ってますよ。なんか送っていただけるみたいでありがとうございます。はい。何送られてくるんですけどね。もう動画のネタにしかならないと思うんですけど。何送られてくるんだろう。まあでもこの子ね、ほんといろいろありましたね。いろいろありましたよ、久保さん子ね。ほんとになんか振り返るとね、なんかよく自分でもなんかようやったなと思うぐらい、なんかいろいろありましたよね。そう。まあ僕がその R をね、売るっていうのも前まではやっぱ思ってなかった部分あるんでね、ずっと乗っていくぞって固くなに思ってた部分あるんで、やっぱ考え方が変わって、本当にだからその R34 をこれもまあちょっと話をつなげるならば、 R34 をずっと維持するっていうことは自分の人生にとってどうなんだっていう疑問を持ち始めたっていうのもありますからね。これを維持していくっていうね。まあ久保さんもまあね、きっと維持してるんで、それは感じて、まあ久保さんはまあ僕よりキャッシュ量あるっちゃあるんであれかもしれないですけど、やっぱね、注射っつうのは壊れるわけですよ。ね、久保さんね、やたら金かかるし、ガソリン代もまあ僕はもうガンガン運転するんでね、まあメンテナンスも必要ですし、だこれ。まあ確かに今までは R34 のために頑張れたけど、これから40、50、60のた、もう同じ原動力でやっていくかって考えると違うかなっていう、なんかその疑問も持ち始めたっていうのもありますからね。まああとタイミング的にまあそろそろ売り時期かなっていうところですね。まああと3年まではもっと上がるとは思うんですけど、まあ買い手のことを考えると、まあ今がまあ中間層ぐらいかなと思うんですよね。多分もう3、4年経つと、もう買う人ももう結構な金払わないと買えなくなるし、そう。まあ今中間層で取りやすいかなっていうところですよ。ちょうど。疑問を持つっていうのはね、結構大事なことですよ。はい。でも結構寒くなりましたね、久保さんね。もう秋ですよ、秋。人生っつうのは早く終わりますよ、もうあっちゅう間に。この前まで夏でね、暑かったのに、今もうパーカーですよ。今手寒いですもん。そう。パーカーですよ、前まで T シャツだったのに。あっちゅう間ですね、本当に。終わりますよ。まあでも久保さんのそのやっぱ面白いですね、久保さんは。ちょっと今回の話はね、ちょっと面白かったですね。やっぱ逆を言ってるんで、大衆の大衆の逆を行けっていうね、まさにまああんまり言えないことですよね、今回の話っていうのは。
あんまり大声で言えない話だったんじゃないかなと思うんで、だから逆に面白かったですけど。はい、ということで、いってらっしゃい。